扉は、ネクスコ東日本です。午後5時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、関越道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。笹部駅スマートインターを先頭に4キロほど、また、セルキルポスト付近の森のインターを先頭に3キロほど、それぞれ停滞しています。続いて、新洋道を高井戸方面へ向かわれる方にお知らせします。森のインターを先頭に11キロほど、また、伊高部駅前付近4キロポストを先頭に1キロほど、それぞれ停滞しています。続いて、中央海上線内回りの情報です。3号渋谷線三軒山を先頭に、東京湾まで4キロほど交通集中のため、渋滞しています。続いて、4号新宿線下り方向の情報です。高井戸先頭に、インフカーで3キロほど交通集中のため、渋滞しています。引き続き、東北道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。事故のため、カブレーターを先頭に6キロほど停滞しています。ネクスコ東日本からのお願いです。国の高速道路では、国際予想施設、山陽高校など、交通量の番号をし、安全運転でご検討ください。また、事前に危険情報を確認し、ゆとりある交通政策を進めましょう。3人ラジオ、3人ラジオ、お伝えします。